中原健介6月19日から1928年5月16日は、日本の陸軍組、政治家。旧姓は、小林、野村、柏村。元山口町議会議員。元由来委員長。15位、君四党。父母と、中野3歳詩人、中原中野の父。山口県麻郡、古藤村の農家、小林八九郎。 筆の次男として生まれた。小学生の頃、父親の八十九郎が離婚、浜田澄という女性と再婚。健介は八十九郎の姉の美希がついでいた、野村家の養子になる。田内小学校の教師から名字が変わったことを告げられた健介はその場で泣き出したという。小学校卒業と同時に、母の実家、藤家の重慶、藤井美ゆ八の勧めによって、 状況を決意する。藤井みゆき八は、名医として聞こえ、藤井眼科医院は、遠近からの患者で大いに栄え、入院患者を収容するのに、付近の農家を借りるほどだった。20歳の時、再生学者で学びと共に、実地試験を受け、同時に施行された、医術開業試験に合格、医師免許を取る。その年20歳の合格者は、健介一人で、 全国最年少者だったという、陸軍組軍学校を経て、グミとなる。明治33年12月、中原福と結婚する。明治34年7月朝軍万総村切手の、名門で氏族の柏村家に席を移し、柏村はじめ著同妻、雪の養子、獅子、年一の養弟となる。柏村はじめ著は明治一新前、国士親将の家老だった。 旧家老家氏は村家に入籍することによって、平民の健介は、士族、家村健介となり、士族としても、中原家より、はるかに格式の高い身分を得た。服と正式に婚姻したのは、明治38年であった。明治40年一等軍医として、旅順配属中、長男、中夜が生まれる。母子を呼び寄せるが、山口、広島と移動が続く。 大正4年前年から朝鮮の劉さんに栄転していたが上司に申し出て家族のいる山口に転任する10月中原家と養子縁組して中原家の古史となる入籍の時は私の生涯は生の変歴のそれであった中原が最後の生であるように祈ると語ったという大正6年4月軍隊を辞めてユダイ院の号に着く ケンスケ委員長のユダ委員は大いに栄えた。所生3人、看護婦7人、社婦2人を置き、外科室、同準備室、処置室、レントゲン室、出当てる未室、研究室、入院病棟3棟12室を増設、県下で最初のラジウム療法を始めた。家族10人、従業員13人、入院患者と付き添い、見舞い客が常時30人。 それに、出入り商人、来訪客などがあり、早朝から夜遅くまで、60人くらいの者が、個人経営の院を騒然とさせていた。さらに、健介は、山口町議会議員に選ばれた。昭和3年3月15日、往診先で倒れた。5月16日死去。方向院員権空議列故事。葬儀は、盛大だった。中原志郎著、兄。 中原中也と祖先たち205ページから206ページによると、ありがとうございます。